えー、柳家京太郎と申しましてどうぞ一席お付き合いを願っておきますが、えーまあ、年末年始忘年会ですとか新年会ですとか、まあ、飲むような機会っていうのは多くなりますですね、うん、今年一年を振り返るまたあの新しい一年が始まるというんで、えー、今年も頑張ったねまた今年も頑張ろうとおそんな気持ちでもって飲む人は一人もいないと思うんでございますが。 えー、まあまあ,あ仕事仲間ですとかお友達それ、えー、からまあ,あご家族っていうのもあるかもしれないですな、ね。 ねええー、気の合った仲間と飲むというのはこれはまあ楽しいもんでお酒を召し上がらない方でもやっぱりああいう雰囲気っていうのは好きな方いらっしゃいますよただまあ,あのお酒っていうのは面白いもんでその気の合った仲間と飲むというのも楽しいんでございますがどうかするというとうん知らない人と知り合いになれて、えー、なんとなく口がほぐれていく知らないからこそ話ができるなんていうことも世の中にはあるんじゃないかと思いますですがね。 えー、あれなのママねこ、ここ,こ,こ,この店はさ何日までやるの営業はそうねまあ28日29日ぐらいまでかなと思ってるのよねそうだよねでも年末年始はねママもやっぱり休まないとねあれ体まいっちゃうもんねそうねやっぱりね毎日毎日仕事してるとね少し休みたいわよねそうだよね,だだよねつうかその割にもともとこの店休み多いよねね <laughs> しょっちゅう休んでんじゃないの 何言ってんのよそんなことないわよ頑張ってんだからそちらのお客さんはあれ氷いたしましょうかあどうもすいませんお願いしますいやでもいい雰囲気ですねなんだか落ち着けるなああ落ち着けるでしょう、うん、言葉変えるとね客ほとんど来ないんですよね失礼ね本当にねっケンちゃん初めてのお客さんなのよ変なこと言わないのあんまり <laughs> いやいやいや,い,やいい雰囲気ですよ え、なるほどなあいいですねこういう店が常連さんでいらっしゃるんですよねえまあ常連ですよね <laughs> もう常連もね何か来ますけどねあまあまあママがねこうやってのんびりとやってくれてるんでね僕らも <laughs> 楽しくやってますよあなた何ですか初めてですね、えー、これからよろしくお願いしますよはいまあこれからよろしくお願いしたいんですがね うーん、よろしくお願いできないかなこれから喧嘩売ってんのかよそういうわけじゃありませんよそうじゃないんですよ <laughs> 実はね出張できてるんですよここにあそうなんですか出張なんですかえじゃあお仕事持ってるんだ持ってますよなんかなんかなんかあれですねなんかあのパッと見なんか自称無職っぽいですよね、うん、自称無職っぽいってなんですか ケンちゃん、初めてのお客さんよ失礼でしょう自称無職っぽいだなんてほんとね何言ってたんですかママ <laughs> 口が悪いなでもまあこういう風になんていうのかな気さくに喋ってくれる店っていうのはいいですねママあれですか古いんですか失礼ねそういう意味じゃないですこの店はもう随分やってらっしゃるんですかあ人間がって意味じゃなくて <laughs> まあ人間も古いんだけど そう,そうですねこの店もどのぐらいになるかな <laughs> 忘れちまうぐらい古いんですねカンボジア駅からやったらカンボジア駅からこんなに古くないわよ恐竜私恐竜恐竜っていうか山陽虫うるさいわよ本当に何言ってんのええー、まあ随分やってますうんまた来てくださいよまたこっちに出張とかないんですかうん出張でなかなかこの町に来ることはないですね初めてです 出張でくるのはただ昔ちょこっとだけ住んでたことがあるんですよね本当ですかこの店にそんなわけないでしょなんでここに住むのよケンちゃんおかしいわよひょっとして酔っ払ってるんじゃない飲んでるからね当たり前で飲んでるんだからね酔っ払ってるわね言わせる店でしょ <laughs> それはいいけどさあんまり絡まないのよ 絡んでません絡むってのはねお客さんね絡むってのはねこういうことをやるんですよやめてくださいよ絡むって絡まり絡まり,絡まりつかないでくださいよやめ,てやめてくださいよやめてくださいよってって自称無職ほら自称無職やめてくださいよやめてくださいよもうそういうの嫌いじゃないんであ引くな嫌いじゃないんですかそ,そ,そうやられて引くな、うん、まあまあまあ前に住んでたっていついつ,いつ,いつ頃ですか 高校生の1年の2学期だけなんですよほうお父の転勤の都合でねこの町に来てうん夏休み明けにこの町に来て友達ができるかなできないかなってやっぱり不安ですよね愛知時期っていうのはゆっくりのんびり作っていこうと思って少しはできたんですでもすぐまた親父が転勤になっちまってうん 学期は別の町にいましたあらジプシーそんな仕事は日本にはありません <laughs> まあでも転勤不足でしたからね私は転勤はないんです仕事ははいただ出張は多くて久しぶりですよこの町に来たのはいつまでいらっしゃるの明日帰ります東京に。 そうですか、こうなってましたかでも嬉しいわお客さんね出張でいらしてお仕事はうまい具合に済んだんですかいやうまくいきませんでした先さまがねやっぱりあんまりこの <laughs> うん取引をそう簡単になかなか今ね不景気ですからそうじゃあきっとあなたも帰ったら 自称じゃなくて本当に無職になるのねママ言いますね随分クビってことですか <laughs> ああ、なんて言うのかなうまく言葉をつなぐことができませんよ初めての店はいえ初めての落語は作ったばっかりですからね拷問だな古典じゃダメなのかな何言ってるのお客さん 意味がさっぱりわからないんだけどそうですね <laughs> たまたま入ったわけじゃないんですよ実を言いますとねえ何なこ,こ,この店の表面が何か気にしたんですかお客さん本当？トお宅ああそうなんかこの店いい名物あるかなまあまあブスだしね料理はまずいしね 酒も安いしねケンちゃん帰ってごめんなさい悪かったよまあまあ冗談だよ本当にブスの人にブスって言えるわけないじゃないかようん分かってるけどそうなんだよ本当にブスの人にブスって言える珍しい店なんだよ殺すわよ本当にケンちゃんいかがにしなさい <laughs> 冗談だよこんな常連ばっかりなんですよねえんだ出張料なんかじゃなくてまた旅行にでも来てもらって観光するとこなんかないけどねなんかあなた とってももうおどお,どお穏やかでさ物静かであなじゃないにちょっと常連仲間になりたいなありがとうございますそう言ってもらえればね <laughs> 僕もおたくやママさんみたいな人だと口がほぐれますよ実はね懐かしいな久しぶりだなとは思ったんですこの町に来るのはただまあ思い出はほとんどありません唯一の思い出がね これなんですよあら手帳そうなんです <laughs> 古いでしょなんかね漫画のキャラクターやなんかシールが随分貼ってあってねいいちょっと表紙だけあ懐かしいこれ「不思議の国のアリンス」じゃないのなななな何、まま「不思議の国のアリス」?「アリス」じゃないのよアリンスね 小学生の女の子が主人公なんだけどこの漫画普段んは花魁の格好してるのよどんな小学生なんだよそれだからアリンスなのよね不四季の国からやってきたアリンスでアリンスっつってさで魔法を使って変身するのよ <laughs> それでもってね悪い侍に立ち向かうのだって小学生なんだろそれ侍いないだろうよ不思議な漫画だったのよ全然人気出なくってねうん吉原とか品川とかさ遊郭を舞台にしてるのでも小学生なのよ 意味分かんないでしょ絶対子供向けじゃないじゃないのすぐね打ち切りになったのワンクールでよく <laughs> 知ってんね、ま、マママええー、世代的に見つたのよこういう不条理な漫画好きで懐かしいええー、お客さんこれ何なのうんそれね僕がこっちの高校に通ってる頃にねたまたま拾ったんですよ私学校から その当時住んでた公団住宅にね帰る道、うん、みんなが通る道もあるんですけど秘密の抜け道だなんてね子供っぽいでしょう高校生のくせに <laughs> 秘密の通路って勝手に自分で決めた抜け道があってそっから帰ってたんですある日それを拾ってね手帳じゃないですかまあそんなシールが貼ってあるところを見ると 女の方が落とししたんでしょう。届けてあげたいと思ったんだけどどこの誰のものかもわからないしねどこの誰のものかもわからないっていうけどこういうのって一番後ろに名前かくらんとか住所かくらんってあるんじゃないのうんそうなんですよねただ手帳じゃないですか中を見るのがはばかられてねいやはばかられてねって言うけど 普通手帳拾ったら見るでしょ。隅から隅まで見て。で、なんかあの、揺すれる種があったら揺するでしょ。けんちゃん帰って本当に。おかしいでしょ。そんなことしてんのするわけないじゃないの。人間そんなことしちゃいけないんだよ。まあまあ、何言ってんだよ。あんたおかしいよ。あんたが言ったのよ。意味わかんないわよ、本当に。で、お客さんは、この手帳を拾ったけど、 中を見らんなくって、そらあ悪いですよ。特に女の子のものですもの女子がね秘密のなんか自分だけの秘密のことやなんか書いてあるかもしれないじゃないですかただ返したくてね誰か学校の人のものかと思ったんだけどクラスで聞いてもみんな知らないっていうしね 今から考えれば購買りゃ交番に届けりゃよかったのかもしれないけど <laughs> なんでしょうね不思議に手元に置いておきたい気持ちもあって僕が直にその子に返したいと思ったんですよでも住所名前それを見るためにはページをめくらなくちゃならない人様の手帳のページをめくるってことがはばかられてね 転機になり引っ越しの荷物に紛れてこないだね実家に行って <laughs> 昔のねそれっきりの段ボールやなんかあるんですよ久しぶりに広げてみたらこれが出てきましたああ懐かしいなと思ってもうあれから三十何年経ってますからねさすがにと思って見てみたんですよ住所と名前 ただ、この住所だったんです。このお店のまだ住んでるのかなそのことを思ってきたらスナックになってましたそうですよねそんなにいつまでもマーク住んでるわけやないその時この町に出張に来たんですだから偶然と思ったんですがねなんか縁を感じて届けに来たんです ママさん、ん心当たりありあませんか何言ってんのよいつの話よそんなのあるわけないじゃないねケンちゃん寝ちゃったのね言うだけ言って寝ちゃうのねこの子はまったくこの子ってこともないけどねこのお医さんは,はそうなのもう三十何年経ったからいいでしょ いいろんなことが書いてありますね。そういう女子っているのよ自分の思いとかね人に言えないことを手帳に書いてそれで発散したりワクワクしたりする子っているもんなのよ特にその時期はねでも字が汚くって何て書いたかちょっとも読めないな <laughs> そうかもしれないわね帰るの お会いお願いします明日の朝早いしこれで帰りますママひょっとしたらこの町でこの手帳を見せたら心当たりのある人がいるかもしれません預かってもらえますかそれでその子知ってるよって方がいたらその方に託して返してあげてください ありがとうございますあお次はいいますすおはんですか一言も言ってませんそんなことでもいいですよ領収書いいですこれは経費で落としませんからごちそうさまでした縁があったらまた来ますぜひまた揺らして健ちゃん健ちゃん起きなさいようん うつらうつらしながらママ話聞いてたよはあんだかねしみじみしちゃった話だねえ <coughs> その手帳ってのを拾ってずっと見なかったってのあの人なかなか紳士だね紳士ねでも鈍感ね鈍感今見ても字が汚くって読めないなんて言ってたけど 老眼ななんじゃないの読めない字じゃないわよ杉本先輩大好き恥ずかしいから面と向かっては言えないけど杉本先輩大好きバレンタインのチョコを受け取ってくれるかしらバレンタインの前に引っ越しちゃうらしい杉本先輩大好き 秘密の抜け道だったってさっき言ってたわよねああ俺なんかねうつらうつらしながら聞いてたよ女子生徒がそんな道通るわけないじゃないきっと杉本先輩に拾ってほしくて落としたのよへえ、はあ、妄想だよママ、うん、そんなわけないんじゃないのわかるわよ私の手帳だもん えママの変わんないな杉本先輩また飲みに来てくれないかな帰ってきちゃったこの手帳なんだよなんだよママ独身だろあの人は自称無職だぜそう言ってないわよ ケンちゃんが勝手に言ったのよ。あ、そう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 。そうで、何も結婚してっかなでもな。でも、大人の恋ってのもあるじゃないよ。えまた来たらさ、ママ、告白してごらんよ。ねえ。うまくいくかもしれないよ。これだけで繋がってたのよ。それにあの人は真摯よ。断られるわ。断られるかなきっと、定調にね。